皆さんこんにちは。ヒデ石川のブルース&ファンクギター講座、今日はですね、まずダブルストップですねを、ちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ダブルストップって何？武器？みたいな感じですけども、ダブルストップというのはですね、この2つの音を組み合わせてこう弾く、これをダブルストップと言います。ちょうどコーネル・デュプリがですねすごく得意なんですけども、今日はですねそれでブルースで使える、そのダブルストップをですねいくつか紹介したいと思います。まずですね、今から弾くのは今日のキーが G の、ブルースで使う、G の時ですね、まずこの、G の 9th ですね、この、4弦の3フレット、3弦の2フレット、2弦の3フレットで、ベースが G が鳴ってる、ベースがいる場合は必要ないですけども、このですね、このうち、2弦と4弦の3フレットからスライドして、この音ですね、これが使えます。でドマイナーブルースの時はですね、この音が明るく響くので、ここ半音でやります。あとですね、この G の時は、ここ。この音が使えます。この音は、ちょうど3度の音と、それからルートの音。ここからですね、この4フレット、3フレットを押さえているところから5フレットの1弦と3弦。で、7フレット。で、この間の半音を使います。なのでここをですねフィルで使えるんですね、バッキング。結構ね、印象的なフレーズです。この辺は使いやすいですね。という感じでですね、使ってみていただくといいかもしれません。今日はですね G の、この9th からのまた半音、それからここですね、この2つのフレーズをご紹介しました。ではまた会いましょう。